Thank you.
その最初弾くときにね、うん、何回か練習していくのとまた違う。でもすごい良かったです。うん、この曲は、どこか目標ある？どこかで弾くっていうの、なんか近々来年とか、特になく決めてはないけど、さらにちょっと勉強してみたいなっていう感じかな。この間検定でも弾いてくれたもんね、の時にね。じゃあね、多分ね、長く練習してくれてると思うのね。うん、なのでこうなんていうかな、こう自分のその気持ちがすごい乗ってすごいいいと思うんだけれども、もう一回ね、ちょっと、ね、楽譜に立ち返ってみようかなって思う。最後のところのジャン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 っていうところはオクターブで弾いてる。和音は和音ではして、そうそうそこそこ。やってたんだけど抜けます。全部なくなるんですよ。全部抜け。本当？聞くと、うん、はい。中の。あ、そう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 。あ、いいよいいよ。あ、いや、奥多摩にねしたのかなと思ったの。あ、じゃなくて？弾いてるんですけど。あ、弾いてるか。あ、弾いてるんですよ。あ、そうかそうかそうか。音がなくなっちゃうってことか。そうかそうかそうか。よし。じゃあここはこの和音で弾いてますって感じだね。そう、これはね、すごくね、決してもちろん簡単じゃないけど、分かりやすくは書いてある。これは何のためにサンサンスが作曲したか知ってる？何のためにっていうか、この曲に関しては当時ね、フランスのサンサンスってフランスの人じゃんのね、どこかのね、音楽学校のね、試験の課題曲っていうことでサンサンスがね、作曲した曲なのね。だから、こう生徒たちに試験の課題曲として与えた曲なので、こう技術がわーって見えるところと、こう歌わせる情緒的なところと両方入っているわけ。だからそういうことがこの生徒はちゃんとできるかどうかっていうのを明確にするためにこの曲作られたのね。うん、でなので二面性があるわけ。わーってこう技術的に見せるところ、まあ、すごい指もよく回るし音もすごい華やかに出るからいいところと、あともう一つしっとりと歌わせる部分っていうのがあるよね、途中にね。そうそうそう、それを引き分けなきゃいけないっていうことになります、うん、まずそれが頭にあるっていうことね。その2種類の要素、まあピアノって大体そうなっているんだけど、そういうとこね、うん、っていうのがあります。じゃあまず最初華やかなね、 よくこれこういう形でサンサンスでよく作るんだよね、こういう感じね、あります。じゃあ、そこからじゃあ最初からじゃあやってみましょう。はい、始まってるっていうことでそこにはなるね。たらららら、どのテンポで弾いてるかな。じゃーんじゃーんぐらいかな。じゃあそれでやってみようか。いくよ。はい。フェルマータはここの休みについてる。ごめん、変えていい？ちょっと、これ、休みについてて、前のところにはフェルマータついてないよね。そう。だから、8分の6拍子で最初から決まってます。うん。それに乗って弾き始めないといけないね。じゃ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 じ
タタタ、うん、ジャーリーで、じゃあ後半戦やってみようか。はい。書いてないんだけれども、タラーンって引き切った方が良くないかな。これ伸ばしたいね、ペダルでここずっと。あ、どっちでもいい。あ、切ったことがなかった。そうか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 。ね、多分ね、おそらくね、ひょっとしたらね、ここでペダルが切れてる楽譜もあるかもしれない。なので、あのチャーリーローンっていくよね。ラーンって長な、このこのこの音に、ラーンって風のように弾くわけ。弾き切る。意味わかる？うん。だからここでさってこう少しだけ残して、ここで切ってもいいんじゃないかと、この休みが生きてくるよね。ちょっとやってみようか。はい。さっきのテンポに戻ります。ここからもう一回行くよ。じゃあ最初のここのところね、っていうのはひとまとまり、うん、これとこれとこれじゃないよね。走る前にこうやってるような、そういうとかこうね、ちょなんていうかな、位置についてよーいみたいな感じなので、タララン、タララン、ここからやってみよう。うん、はい。Thank you.
右と左。ちょっとやってみて。ちょっと両手でやってみてね。の時に左手はね、すごくね、指がね、こう伸びてるのね、うん。で、これを弾く時に、もう右手もちょっとね、指を伸ばし気味で弾いてみようか。うん。そう。Thank you.
感じでいいと思う。すごくよく弾けてる。うん、難しいところね。これこのね、レッチ、あ、書いてある。軽くで書いてある。レッチやね。さ、タッ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 タ。このタラララララララ、右手のこういうちょっとスケルツォ的なね、ところに、いや、パッ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 。左手均等に1、2、3、1、2、3、1、2、3、ドロロ。1、2、3、1、2、3って入れていくね。どうぞ。ここでここを広げてこれでそうで、でこの緩んだまま移動だけする。こう引いてこう行かないでこう引いて横にずれてずれる。そう、肘の力、肘の力見てね。そう、これを
ことしないね。
タタタンダタタタンポンポンポン、これとこれ、これこの3つとこの3つ同じ音で1オクターブ下がる感じだよね。うん、それはね、あのマートっていい。うん、ジャンジャンジャン、ジョンジョンジョンでまたダダダダダダっていく。じゃあテンポでいってみましょうか。出やすいっていう作りになっていて、このこういうのも必要なんだけど、意外とこれって古典派には合うんだけれども、なかなかやっぱりそのこういうロマン派弾くときは、あのその伸ばし指の技術っていうのがどうしてもやっぱこういうところでは必要になってくるね。とで今ね、多分手首の
動きによってね、指がね、こう立っちゃうんだ、うん、このところだけがね、すごくね、こう弾いてるとね、あんまりわかんないかもしれないけど、弾いてるとね、すごくね、こう立ってる音に聞こえちゃうわけね、あのすごく硬い音に聞こえちゃうわけ。だから全部Yeah.
でこっちこうなんていうかな、こうカノンみたいになってるわね、カノンっていうかね。わかること、はい、両手でしょ。なので、多分ね、これはね、ここまで。で、こっから4分の3にっていう風な解釈じゃないかなと思うのがどうだろう。今、こっからアテンポみたいになってるんで、これがこっちにくっついてる感じがしてるよね。でも、チャラララレララって、トラララって、こっから始まらんかなっていう気がするけど、うん。
うん、あ、そうか。まあ、まあ、ないか。これがね、ちょっとね、最後の音を響かせるって書いてあるね。じゃあ、ちょっとここからやってみて。ああ、なるほど。タン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 、4分の3のタン。タタタタタ。8分の 3？ 8分の3ね、8分の6ね。タン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 。タン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 。あ、そういうこと。うん。Thank you.
曲だ。じゃん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 。できる？うん。Thank you.
すごい よく練習してる。うん。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。演出、こう音符通りには弾けてくれてるんだけども、さらにそれをね表現として演出する、自分で作る、こう見せる音楽、見せる音楽ってなんていうかな、人に聞かせる音楽にする、ってすごいなっていうふうに言ってもらう、コンクールのじゃないや、音楽院の試験曲でこれ作ったって言ったけども、まあ、最後のこの盛り上がりっていうところで、こううわーってこうすごいぞ、すごい技術だろっていうのをこう見せつけるじゃないけども、ちょっとこうリストっぽい、ところを、もう少し、ね、派手にやるといいかなとも思う、欲かもしれないけどね。それいくらでもねやろうと思えばできるんだけど、じゃあね、例えばね、ちゃ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 、ここら辺ぐらいからちょっと弾ける？Thank you.
ち返ってみようっていう感じでちょっとやってみました。で、あのもうね、あの曲通りにあのしっかりいけばもうかっこよくなるようにサンサンスが書いてくれてるので、うん、あとはその気持ちがこもるっていうのは全然いいと思うけど、書いてあること以上にやりすぎないっていうことね、うん、あのもちろん必要だよ、うん、それは必要だけど、なんていうかな、そうするとちょっとね、あの音楽がね、やっぱ崩れちゃう。これで完成品がここにあるのでね、うん、それを分かった上でやるっていうことは断然大丈夫だと思うけどね、うん、でも、もっともっとね、こう知って弾いていってこう自分がこの曲を弾いている余裕っていうのが自分にできてくると、もういかようにでも弾けるようになってくるからね、いろんなことができるようになると思うので、またさらに勉強続けてってください。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。